イコテンの羽休め、イエーイ、イエーイ。本日パーソナリティ務めます。みんなわかんないから。私か、私が一歩遅かったからか。え、何何、家が遅かった。家が遅かった。何何、遅かった上で。え、なんだって。あー、ちょっと言った、遅かった上で、いえいみたいな。いえい。ツボ入るんですね。あー、涙出てきた。おかしいだろ。もう一回。はい、どこから。イエイイエイイエイ。そこから。本日のパーソナリティ務めました。緑色担当、カラダユカと。赤色担当、ネコミチアンバと。水色担当、ミナモカホと。紫担当、しずきちょうです。イコテンです。お願いします。お願いします。あー、ちょっと、ツボ浅いんだからやめてよ。浅すぎるでしょ。うん、面白すぎるなぁ。あー、面白。あー、はい、何でしたっけ。本日は1月19日です。19日、はい、今週ライブないんですよ。そうですね、お休みですね。ピエン。でもその代わり、来週大事な大事なライブがありますよ。何ですか。おー、それ、わかりますか。わかりますか。わかるよね。今日始まって一番に輝いてたからね。イエイ。すごい。もう、かなたのツボを抑えちゃう。すごい、なんかそういう目立ち方もあるんだなっていうね。かなたは、じゃあここでお休みしてもらって。はい。何がありますかね。はい、です。ツボや。あの、詳しくは、先週の羽休み聞いてもらえれば、かなたがなんでずっと笑ってるのかわかりますわ。で、そんで、来週は、1月28日日曜日に東生誕があります。やったー、やったー、おめでたい。詳細を知りたい。詳細、15時オープンの15時半スタートです。バーシーザーさんにてあります。お。お。くよ。予約してね。予約は、これは、前売りとかは期限があるんですか？前売り期限あります。当日の、何時までだっけ？11時と予想。あぶね、予約しちゃった。いや、でも多分10時とかにして、自分基本10時にすること。10時よね。10時ぐらいかな。まあ午前中に。てか前日までに予約してください。はい。そりゃそうだね。ぜひ。でも急に来れるようになった人は前より予約できるかもだし、当日もあるのでよかったら来てください。お願いします。メンバーの生誕が。やっと一巡しますね、これで。そうだね。そうだ。ねえ。かかったね、結構。そらそうだ。詰まってないからね、誕生日。だってさ、もうデビューしてすぐだったじゃん。1ヶ月後。そうだね。彼方が。うん。そう。で、そっからだいぶ空いたんか。かほちまで。うん。あ、そうだね。その間がね。そうそうそう。で、12月で1月か。うん。おめでとうございます。おめでとうございます。さっさっ。あー。私はですね、はい、パワチが何してくれるのかワクワク。いや、そうなのよ。ワクワク。なんかステージで一人で立つのかな、わからないですけど、きっと目立つと思うんで。まあ、でも言っちゃった、アパセーターの時にソロやるよって。え、そうなの？え、言ったじゃん MC で。でも言ってた気がする。宣言してるので多分、うん、てか絶対ソロで立つと思う。でもアパが一人で立たされたんだからやれよって話してた気がする。まあ確かにね。うん、だから、おう、やるよっつって言っちゃった。それが楽しみなんよ ね。衣装も楽しみ。全部楽しみ。ねえ。グッズはもうね、予約終了しましたけども、めちゃめちゃ T シャツもステッカーもどっちも可愛いので。ね、今回は一回り小さくないことを。確かに。T シャツのイラスト。ね、うん、前回のアパセーターの時、ちょっと一回り小さかったんですよ。ね、謎に。謎に。でもこれで4つ揃うよ。そう。ね、うん、並べたい。やっとこさ。やっとこさ。この1年かけてさ、4つ完成させたわけじゃない。うん。うん、なんか、卒業制作をやってるような気持ちになる。うん、確かにね。お父ち書いてるからね。そうそうそう。なんかすごい集大成だなって一人で思っちゃった。うん、頑張りましたね。最後は自分で。
いやー、ね、なんとも言えない気持ちですね、自分で自分を書くのは。でも一番筆進むのは早かった、ね。うん、めっちゃ早い。もう書き慣れてるもん。そうね。確かにね。え、もう髪色もこのまま行くんですか？このまま行きます。わかんない。でも直前に美容室行きたいから髪色変わっちゃってるかもしれない。それはそれでね。確かにね。で、このさ、グッズの告知の画像もさ、うん、言ったら今約1年、あの、うん、ちょうど1年前か。うん、あ、そうだね。これが、1月だから。1月の末だったから、撮影いたのが、本当に、あの、うん、みんなが、グッズの、ん？日本語。生誕グッズの背景になってる。もう、一生懸命喋ってるんだよ。やめてくれよ、本当に。こっちのセリフだよ。頑張れ。生誕グッズの背景になってる写真を撮影しに行ったのが、うん、去年の1月。こら背景のその写真の話をしようね。そう。あの、黒髪のね。そう、だからそれ見た時に、うん、懐かしいと思って。確かにね。黒髪とはち。自分ちょうど昨日、うん、あの、遠征行く前に枕元に、あの、そのアーシャ撮影の日の YouTube を。何やろな。あ、別なんか。ちょっと今、想像してしまった。枕元に。会場。もう、体今日退場。枕元に何置いてたの？枕元に、うん、あの、YouTube 開けて、うん、ポンって、あの、置いとったよ。ちょうどなんか、あの、車に乗っとるシーンって映像ないじゃん。うん。ああ、はい、はい。そうそう。だから、ラジオみたいな感じで置いて聞いてたんだけど、うん、映像始まったと思ってパーティー撮ってみようったんやけど、うん、なんか、トワチがやっぱ、雰囲気が全然違うくてさ、うん、カラコンが違うけんなんかな。なんか、幼いなと思って、デビュー、黒髪だからじゃない？なんかな、うん、なんかめっちゃ幼いってなって、だんだんゲルになってる。ゲルか？それはあるかもしれない。年取ってる。いやいやいや。なんてこと言う。あ、一歳年は取ってるわけだからね。そうだね。いやでもどうなんだろうね。なんかめっちゃ幼く感じた。うん。いや思う。見返してみてみんな。見返してみて。その、プリクラ撮ったじゃん、帰りに。うん。それとか見よっても、当時こんな顔だったっけなぁ、みたいになる。うん、まあ。幼く見える、うん。確かに。メイクが変わった？あ、でもなんか自分もそんな感じがした。うん。使ってる色が違う。あー、なるほどね。あとカラコンも違うって。違う。グレーっぽかったよね。そう、グレーだった。だよね。うん。そうだ、そうだ。じゃあ、大人っぽくなったって言おうよ。そうだね。出たんだよ。違う。でも、老けたの言い出しっぺとはちなんです。自己責任。はい。なんだ。らしいよ、みんな。得した気分にならない、とはオタクは。なんか、昔のとはちとさ、今のとはちって若干違うから、うん、なんか、どっちのとはちも、楽しめた感ない。あー、違うね。ね、違うよね。まあ、でも、髪色変わると、メイクも変わったりするしね。まあね、確かに。なんか、化粧薄くない？いや、多分薄いと思うから。うん。まあ、それもあって多分幼いって思うから。うん。懐かしいな。懐かしい。みんなも見返してみてください。昔の映像。ね、うん、去年の今頃大極寒だったのに。そう、今年あったかいね。ね、本当に。いや、面白いのがさ、なんかカホチってさ、結構敬語混じっとっても違和感ないじゃん、今でも。うん。でも、かなたが車内のトークの時、敬語で喋ってんの。え、そう、あれちょっとすんごい違和感。ね。マジ？なんちゃらなんですか？あ、あれだよ、あの、バーガーキングができた当初だったから、うんうん、で、バーガーキング行きました？行きましたか？みたいな、かなたが聞いてて。うんうん、自分、アパートは、なんか行ってないとかって言って、いつオープンっていう話じゃないかもしれんけど、いつオープンでしたっけみたいな感じの喋り方してるから。いやだ、なんかゾワゾワする。ね、ちょっと後で見返そう。後で、4人で見返しましょう。面白い。懐かしいね。あれがもう1年前か。うん。懐かしいですね。うん、まあ、だいぶ話が飛びましたけども。はい。はい、来週末は、十和生誕ということで。はい。私も本当にね、あの、トワチは、すごい世界を作ってくれるんじゃないかと。どういうことだ。なんか作り込み細かそうと思って。うん、ステージングとか。
確かにね。ないない。こだわりが。楽しみだね。楽しみですね。うん、皆さんも、トワチに愛を届けに来てください。お待ちしております。はい。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、まもなくお時間となりますので、今日はここまで、皆さんの羽も休めることができましたでしょうか。本日、パーソナリティ務めましたは、かなたゆうかと、ねこみちゃんぱと、みなもかほと、しずきとわでした。また夢でお会いしましょう。おやすみ。